客。はい、というわけで今回はアンカーリンクスについてお話ししてみたいと思います。え、以前紹介しましたよねと思った方いらっしゃるかと思うんですが、今回はこちらです。アンカーリンクスの黒のシールが貼られています。これ何かと言いますと、ピークデザインのストアというものが東京銀座に新しく3月26日金曜日にオープンしまして、そこの店舗限定で販売されているアンカーリンクスとのことです。今回限定品ということで購入してみました。このピークデザインブラックということで、パッケージについてはこの通り赤色になってはいるんですが、早速開いてみたいと思います。というわけで、ブラックのモデルが限定で発売されました。ポリテク！今までですが、この標準の赤のモデル、そしてこちらですね、ニコンダイレクトで販売されている黄色のモデル、これちょっと高めで価格設定がされていまして、送料もついてくるので意外と高かった商品ですね。それと私は所有していないんですが、代理店をしている銀一というところで限定販売されていたブルーのモデルがありまして、そちらは現在も販売終了しているんですが、入手困難というところでメルカリ、ヤフオク、ラクマといった各サイトで少し高めで取引がされています。今回は新しくブラックのモデルが発売されました。ブルーのモデルについては、例えばアルファ 7S シリーズ、現行品でいうアルファ 7S3 のモデルなどを使っていれば、青のロゴと合わせておしゃれで使えるなと思いますので、ソニーユーザーで動画を撮られている方はブルーのモデルがあるといいのかなと思うんですが、そして私は今ニコンとキヤノンを使用しています。ニコンはこの黄色が合うと思うんですが、前面のラインこの部分が赤くなっていますので、通常の赤のモデルでもいいかなと思うんですが、こちらニコンのストラップ、ニコンのイメージカラー黄色ですので、黄色に合わせるならばこちらの黄色のアンカーリンクスも似合うのかなと思うので、こちらもおすすめできるかなと思います。ちなみに以前の動画でこのハウジングの取り付けについてお話ししたんですが、この部分ですね、ちょっとここの箇所をここを通してここを上から通すという風に解説してしまったんですが、正しくはこちらにあります通り下の部分だけを通すのが正しい接続となります。パッケージでもここに写真が載っていますので、前回の動画を参考にされた方はこのようにストラップの紐を通していただければと思います。大変失礼しました。コメントでお知らせいただいた方ありがとうございました。大変助かりました。この動画で訂正いたします。ポリテク。というわけで、こちらのブラックどうして購入したかと言いますと、アンカーリンクスを一番目立たなくさせることができる色だからです。今まではこちら赤や黄色といった形で原色として主張のあるものだったんですが、黒となりますと当然黒ということでカメラボディと同じ色が使用されています。アンカーリンクスこのように飛び出ていると結構目立ちますよね。ですがここがブラック黒になると、カメラと同系色というところでストラップを接続した時にアンカーリンクスが目立たなくなりますし、取り外している時も目立たなくなります。ここが大きなメリットかなと思いましたので、今回ブラックの色も新しく購入してみました。またストラップのハウジングですね、もう一つ増やすこともできますので、ストラップの切り替えにも使えるかなと思って今回導入しました。ポリテク。価格についてなんですが、この通常のストラップについてはざっくり Amazon で2500円程度で購入することができまして、こちらのイエロー、ニコンダイレクト限定販売されているものは今ちょっと品薄が続いているので今後の状況はちょっとわからないんですが、確か3300円ぐらいだったかな、少し高値で販売がされていました。まとめ買いをすれば送料無料となるんですが、単品購入する場合は送料が別途かかりますので意外と高く購入する必要がありました。今回のこのブラックのモデルについては税込みで2970円として販売がされていました。実際に店舗に行ってきた様子も少しだけ撮影しておりますので、こちらご覧ください。ポリテク。というわけで、この日なんですが、土曜日、オープンの翌日にピークデザインのお店に伺いました。オープン当初だからかもしれませんが、入場制限がなされていまして、店内にはあまり多くの人数が入れないようにスタッフの方が案内されていました。外観はこのピークデザインの PD のロゴがありまして、看板もありますね。お花も出ていて、消毒も設置されています。そして店内に入りますと、いろんなものが展示されていまして、その中に、こちらですね。はい、ここ見えますのが、アンカーリンクスの限定モデルとなります。税込みで2970円で販売がされていますので、限定品にしては良心的な価格かなと思いますし、 Amazon で買う通常版が赤色約2500円ということですので、黒でカメラと同一化できるメリットがある上に500円だけの加算というところなので、かなりお買い得かなと思います。ただこちらですが、やはり限定品というところで結構売れているということです。初日では確か3つまでという風になっていたようなんですが、翌日土曜日になってからは1人1つまでの販売となっているようですので、品薄が予想されます。この動画がアップされている時
のどのような状況になっているかちょっとまだわからないんですが、購入を希望されている方はお早めに東京銀座に足を運ぶのがおすすめかなと思います。インターネット通販などでもぜひ販売してほしいですよね。特にこのブラックっていうのが基本的な色なので、限定品としてブラックが販売されるのがちょっと不思議な感じもします。インターネットの記事についても画面を見ながらお話しできればと思います。ホリテク、はい、というわけでデジカメウォッチさんのインターネットの記事にやってまいりました。ピークデザイン直営店を銀座1丁目にオープン、3月26日金曜日にと記事があります。外観のイメージはこのようになっています。銀座1丁目にある都市田ビルジングっていうんですかね、これこの1階に新しくオープンされました。12時から夜8時までとのことで、情勢においては閉店時間が早まることもあるかと思います。サンフランシスコ、アメリカに続いて世界で2番目の出店となるそうで、直営店いいですね、日本出店。もう一つ別の記事にやってきました。25日木曜日の記事のようですが、ピークデザイン直営店先行レポートとあります。限定販売のオリジナルアイテムと記載がありますが、ちなみにこの店舗決済はキャッシュレスのみとなっていますので、確か交通系の IC カードやクレジットカードでの決済となるかと思いますので、実際に店舗でお確かめいただければと思います。近いのは銀座1丁目駅有楽町線が一番近いかなと思います。外観にこのピークデザインのロゴがあったり、商品がいろいろ展示されていますので、実際にお手に取って購入を検討できるところが嬉しいですね。そしてやはりこの店舗限定のオリジナルアイテムというところで、これも人気かと思います。スライドライトをオールブラック仕様にして発売となっていますが、ステッチやアンカーに至るまで全てを黒で統一したとあります。こちらの写真をご覧いただいても分かりますが、全てのパーツを黒で製作がされています。比較をするとこんな感じだそうです。付属のアンカーも外周部を黒くしていると、いろんなものが販売されていますので、ぜひ店頭に行ってみていただければと思います。ちなみに1万円以上を購入した人先着100名にこのマグカップがプレゼントされるとのことです。私はアンカーリンクス単体を買っただけですので、全然1万円には届いていないので、これは入手できていません。この動画が上がっている頃にはもう100名届いているかもしれないですね。ホリテク、はい、というわけで今回はアンカーリンクスブラック銀座の直営店限定モデルについてお話をしてみました。ブラックのモデルというところで、お使いのカメラに対して目立たなくさせて使用することができるかなと思いますので、カメラ好きの方にはぜひおすすめできるかなと思います。初めてアンカーリンクス購入したいなと思う方には一番おすすめできるかなと思うんですが、店舗限定、おそらく数量限定の商品となりますので、入手困難になる前にお早めに購入されるのがいいのかなと思います。こんな感じでカメラについてやロー現像についてなど、いろんなことをご紹介していますので、もしよろしければチャンネル登録、またグッドボタンを押していただければとても励みになりますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。またね。バイバイ。